여러분 안녕하십니까? 부산 연구대학교 일본 외식 조리학 이시모토입니다. 자, 감사합니다. 자, 일본어 勉強しながら お料理の勉強もしていきましょう。 今日のメニューは簡単にできるお豆腐の白玉団子です。 はい、 完成品がこちらです。 この中には白玉団子、フルーツ、シロップ、いろいろなものが入っていきますが、今日はいろいろと応用編もお教えしましょう。白玉団子って何？と思われると思いますが、丸い白い棒のような団子で、普通は白玉粉という精製したもち米を使っていきますが、今日は一般に販売しているもち米の粉、それとお豆腐を使っていきます。お豆腐は 普通のお豆腐ではなくて、充填豆腐と日本でよく言います袋に入っている丸いお豆腐ですね。皆さん、スンドゥブチゲなんかによく使われるお豆腐、それを思ってください。はい、それを用意していただいて、水を切る必要は全くありません。お豆腐の中にもち米の粉を入れて混ぜていきます。もう混ぜていくだけでお豆腐から水分が出ます。じゃあ普通の豆腐じゃダメなの？という質問が出ると思います。 もちろん普通の豆腐でもいいんですが、その場合は硬さがこれより硬いですから、水分を少しプラスした方がいいでしょう。それと、あとお豆腐の匂いがとても強くなります。こちらの充填豆腐はあまり匂いがしないので、デザートに向くと思いますよ。じゃあ混ぜてもらったら、もうこれで十分に水分が行き渡ります。もし 色をつけたい方はここに食用の色素を入れて色をつけてください。もしここで硬いなという時には少しお水を足してもらってもいいですし、あら、ひどく柔らかいという時には少し着サル粉をプラスしてください。これも乾燥した粉を使ってくださいね。水気のある粉は粒子が粗いので口どけが悪くなります。じゃあ状態はどの状態かというと、耳たぶの硬さ、 ちょうどこの方ですね。この方になるように調節しましょう。はい、しっかり混ぜたら、これを丸めてネットで湯がいていきます。この時に手にいっぱい生地がついてると手にくっつきますので、一旦手はきれいに洗ってください。じゃあこれを小さくちぎって丸めて、このままだと火の通りが悪いので真ん中をちょっとへこましますね。でこの中に落としていきます。 大きさは好みでしてもらっても構いませんが、あんまり大きくると火が通りにくくなりますので、ちっちゃい方がいいですよ。今わかりますか？この中にはお豆腐と米の粉、チャプサル粉、チャプサルカルしか入ってないですよ。お砂糖も何も入ってません。で、お鍋の中に入れたら一旦下に沈んで、それが上に上がってきたらもう OK です。氷水を用意しておきましょう。 で、どん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 入れて湯がいていって、さあ最初のものが上がってきました。上がってきたら OK です。氷水を用意しておいて、上に浮いてきたものから取り上げてください。上に浮いてきたらもういいよ OK ですって言ってる証拠です。はい、どうですか？表面がつるんとしてきたと思います。じゃあこれを氷水にとって冷やしましょう。 水につけておくと、これがキュッと締まって冷たくてとても食べやすくなります。これを水気を切ります。今日は華やかになるように緑とか赤とかを作ってみました。じゃあこれを一旦お水から上げてあげて、はい、器に入れて、 これでシロップをかけていきますが、ちょっとシロップの作り方をしますね。はい、シロップはお砂糖が1、お水が2の割合で用意しています。その中にレモンの皮が入っています。レモンの皮を入れるととても爽やかな風味が出ます。これを一旦沸かしてあげて、沸騰したらおしまいです。2対1ですから大丈夫ですね。すぐに覚えられますね。これは ケーキにもいろいろと使っていけますので、このシロップの作り方を覚えておくと便利ですよ。
レモンの皮を剥くときには白いところはあまり入れない方がいいです。白いところがたくさん入ると苦くなってしまいますから、青い黄色いところだけを剥くようなつもりでカットしてください。沸騰してくるとふわーっとレモンのいい香りがしてきます。これは冷蔵庫で保管できますので、多めに作って冷蔵庫に入れておくといろんなデザートに使用することができます。じゃあふつふつふつ沸騰してきたら、レモンの皮を一旦取って、で少し冷ましてあげて、今日はホアントロ、これはオレンジのリキュールです。これを少し入れてあげるととっても美味しくなりますので、これを入れるといいです。もしなければ別に入れなくてもいいですし、例えばレッドワイン、ホワイトワイン、ちょっとスイート系のワインを入れてあげても美味しく出来上がります。それから夏場にかけてちょっと酸味が欲しいなという時などには、このレモンの汁を絞ってあげるととっても美味しいです。でレモンの汁を絞るときに、レモン絞り器がないので難しいなと思われる方があるかもしれませんが、そんなものは必要ありません。フォークがあれば OK です。フォークを引き立ててあげて、ぎゅーっと回してあげたら、簡単にレモンの汁を絞ることができます。でレモンの汁が入ると爽やかな風味になりますね。皆さんも疲れたときには、新キムチが食べたいって言われるのと同じですね。はい、これでレモンのシロップの出来上がりです。で一旦これを冷ましております。じゃあもう一つシロップを作ります。みたらし団子ってご存知ですか？みたらし団子っていうのは京都の下鴨神社、そこにあるみたらい池っていうところの池の名前を取ったお団子で、串に刺してあってお醤油のソースがかかっているのが特徴です。じゃあ今日はそのみたらし団子のソースを作っていきます。お水の中にお砂糖からお醤油、カンジャンはもし韓国のものであればクッカンジャンではなくてチンカンジャンを使ってください。ただ場所によって作られるメーカーによって若干味が違うかもしれませんから、それは量を調節していただいた方がいいでしょう。ではこれをよく混ぜて、お砂糖が溶けたらとろみをつけるためにでんぷんを入れます。でんぷんは見た目の2倍ぐらいの量のお水で溶いておくと良いでしょう。その時には早めに溶いた方がいいですよ。早めにお水で溶いておくと、でんぷんがしっかり水を吸ってくれてとろみがつきやすくなります。じゃあ完全に沸騰するのを待って、沸騰したら水で溶いたでんぷんを入れていきます。日本ではここでくず粉というものをよく使います。これはくず粉っていうのはチップリ、韓国で言ったらチップリのでんぷんですね。入れる時には必ず下の液をよく混ぜながら入れてください。そうしないと塊ができてしまいます。沸騰してきたら、はい、上から流し入れていって、今白っぽく見えます。白っぽく見えるというのは、でんぷんの粒子が光を反射して白く見えます。これが加熱されると、水分を吸って加熱されて膨らんでくると光を通してきますので透明になっていきます。お料理は化学ですよ。はい、白っぽくなくなったら、しっかりとでんぷんがアルファ化したということになります。でとろみがついてきたら OK です。これはいろんなものにまた使うことができます。さあ透明感が出てきました。ふつふつといってますね。はい、 OK です。画面越しで匂いが皆さんにお届けできないのはとっても残念です。とっても香ばしい匂いがしています。はい、完成です。先ほど冷たくしたシロップがありますので、それを先ほど出来上がったお団子の中に入れていきます。でこれだけだと味が足りませんので、今日は果物もいろいろと乗せていきましょう。キウイをカットしたもの、バナナをカットしたもの、お好きな果物を入れてください。であと豆があったら、煮た豆があればこれも入れてもらうといいです。酸味と甘みがほのかに交差して美味しくなります。そして今でしたらパッピンス用の缶詰売ってますので、これ上に乗せてもらってもいいです。
かがでしょうか。とっても爽やかな白玉蜜あんみつの出来上がりです。お醤油味のシロップをかけてお召し上がりください。そしてもっと簡単な食べ方とすると、これにポップコーンがあるとお砂糖を混ぜたもの、これを振って召し上がっていただいても結構です。じゃあ一つのお豆腐のお団子で、あんみつみたらし団子風、それとコンカルの味、3種類が出来上がりです。スジエビってありますね。これをスジエビの代わりに入れていただいても美味しいと思います。あとは皆さんでどんなにして食べたら美味しいかを考えてみてください。そうすればきっと新しいメニューが始まると思います。今日はありがとうございました。